こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルショビットアを始めていきたいと思います。はい、今回は7位タマミラジオ戦です。タマミラジオ、N2 から上がってきたばかりのチームですね。ということは N2 ともやっている。で、一昨年我がチームは N2 から首位で上がったんですが、その時の3位ということで、 N2 時代の強豪ということですね。で、7位って結構強いなと思います。まあ現に N1 でもトップクラスとはさすがに見劣るんですが、それ以外中位より下のチームとはそれほど見劣りしないようなあのメンツとなってますね。誰が強いんだろう。まあ、バランスがいいですね。力関係としては、まあ、ここはあの確実に勝っておきたいと思いますんで、フルメンバーで挑みます。さあスタメン見てみましょう。緑、くるみは変わらず。もうちょっと上げていきますかね。バックを上げていこう。ジャネット、三重もいいな。もえ、マナミと交換です。モエとマナミの位置を変えます。サヤとナナコ入れ替えます。でもサヤもいいですね。ヒラリーとかハロカもいいよな。マドカもそんなに負けてないですからね。マドカとサチコ入れ替える。似たような力っていうのはね、サツキですら今見劣るんだよな。ヤンとサツキを入れ替えましょう。これでいいや。先方はまあもちろんゾーンの広さでこのままでいいだろう。さあ試合です。アウェイですが上回ってますね。順位以上にあのこちらの方が力あるというふうに思われてるんでしょうか。アウェイってこともあるんですが、スタジオちょっとまばらですね。そこは気になります。さあキックオフ。反対サイドへ。お、いきなりチャンスだよが、角度がちょっと悪いな。お、あと今前そのまま出した方がいいんじゃないの。まどか決めた。先取点、幸先がいいですね。おお、いいリードの仕方。さやが奪ってここで2人で上がっていきましたからね。さあ課題もいただいております。ファールです。ついてますね。あーと裏をかかれた三田園、オファールではない。これは助かりました。
ナーコ、センタリング、飛び込め。さあ、逆転が早い。逆襲が早い。アマディオがもうゴール前まで。おー、ナイス。出ましたね。さあ、まだピンチは続いてます。あやか。あんまりボールから生やさないでほしい。おっと、ナナコ直接入れた。かな ?2 点差です。これは、いいです。いい流れ。このサヨのパスが絶妙でしたね。ナナコ、待ってたんですが、ナナコ、自分で決めました。さあ、大きな2点差。相手は当然攻めに行きます。あんまり疲れてないですね、こちらも。その辺は有利。いかに サッカーが先手必勝かっていうのは分かります。これはダメだろう、ファールだろう。イエローカード。くるみです。ちょっとくるみ強引すぎましたね。さあ、今度はファールなしで奪いました。もう、自分の力で上がってこれますからね。3点目だー!すげえ!いや、これだけ順調だった試合ってないですね。くるみの、パスで緑が決めました。まあ確かにくるみあのままシュート打ったらちょっと角度的に厳しいですからね。どうするんかと思ったら緑が飛び込んできてました。さあここはしっかり、まだ大丈夫です。アディショナルタイムは2分。前半終了ですね。いやー、なかなか順調ですね。なんかわからないですけど、ポジションを変えます。しかもゲージも3なんですよね。まだまだ調子がいい。ということで、このまだ交代せずに変える必要もないっていうことですよね。微妙にゾーンの幅を縮小しましょう。さあ、謎チェンジ。うまい。さあ、くるみこれ正面越えそうですね。まあ無理をせず、一回彩香が前に出てますね。誰だ?くるみだ !4 点目!いや、気持ちいいですね。すごい気持ちいい。彩香で、くるみが。いや、違いを見せつけてます。ゲージ1になったら変えましょう。またファールか。さあゴール前、流れます。落ち着いてますね。あとここでクラリスが疲労を感じました。ミオにするか、サチコにするか、サツキにするか。サチコですね。サチコに変えます。ナーコナイス。ナーコ早いです。ちょっと流れた。まだ諦めようなくるみ。さて、マドカも変えないといけませんね。ここはサツキをチェンジさせます。
さん、あ、マリオが早いですね。ファールか。ちょっと嫌だな、流れが。国枝。ブロックした。前へ出しました。それをロバノが引っ掛けますね。さあ、今度はジャネットをみゆきと変え、彩香と変えましょう。さあ、これで交代枠を使い切ります。あと15分です。気がつけば。ジャンプしましたね。ちょっとみゆきが遅れているが、ここで緑オフサイドか。さあ、もうパワープレイで行くつもりですね。まあ、攻めに行きにくいっていう感じはします。あ、生田超えた。三田園。あーっと、1点返されました。さあ、突き抜けられたら痛いですね。三田園は誰もキーカバーしてなかった。さあ、くるみがもう自分で決めにかかろうとしている。それ甘くないぞっていうとこでした。さあ、試合終了です。勝利ですね。さあ、これはちょっと角度が浅すぎます。誰も来れなかったら、まあ、自分で行くしかないかなということで、先制点ですね。前半8分、七子がうまくいって、それを待ってたまどかが。決め、ボレーで決めてきました。さらに28分。七子が。今度は、この越えて自分で決めます。七子さすがです。そしてですね、くるみは自分であって、これを角度厳しいかなと思ったら、手を上げたところ、パスを決めて、鋭い弾丸がゴールへ突き抜けました。緑。後半8分ですね。彩香がうまくして、うまく上げて、くるみがボレーで、4点目決めました。その後、台湾ミラージュが一気に攻めてきます。このフリーキック。そして43分。生田がさつきを抜けて、三田園が、こう、決められます。これは課題ですね。三田園が待っていて、なんか、いつの間にか起き上がったっていう感じですよね。試合終了ですね。ボール支配率圧倒的リードされてんだ、こちらが。確かにボールを回すシーンが長かったですよね。ファールも多かった。向こうはファールゼロですからね。カードも9個いただきました。これでまあ、まだ6位をキープ。5位、そして5割に戻りましたね。満足できない。はい、次は、1試合なく函館ペンタゴンですか。昨年12位なんで、まあ富山ミラージュとは似たようなチームってことになりますよね。
クランカリバーズ。ただですね、負けてるんですよね、3対1で。なんで、でもなんかリマースで大阪に勝ってるっていうのが、よくわからないんですが、なんせ、その辺で言えば、強豪クラブ、村はあるけれども、なかなか強いのかなと、森尾とか、まあ、守備も硬いし、ただですね、ネルンストと襟口が、強豪なんですが、これらが怪我で休んでるんですよね。アイコもちょっと疲れてる。ということで、森尾とか、どうだろうな、ノエルとかがいるんですが、ちょっとこの辺に、揃った状態比べれば、我々のチームの方が、怪我をしてない分、有利と、言えます。ここも勝っておきたいですね。おっと。とりあえず自動降格は回避できますってなってますね。しかし逆にそうなんですよね。N ハンジングの可能性がなくなってしまうということで。非常に難しい状態です。作用もいいですね。作用を上げましょう。まあ、こんな感じで、次は、函館ペーターゴム戦。まあ、一周あるんで、練習試合をやることになるんですが、きっちり、なるべくベストメンバーで勝っていきたいと思います。はい、楽しみにしてください。ゲーム動画で行こうでは、チャンネル登録者数、800人突破いたしました。皆さんのおかげです。まだまだ増やして1000人以上行きたいと思いますので、ご支援の方よろしくお願いします。高評価もよろしくお願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しております。よろしければ見てください。また、この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト、表示されます。お時間ありましたらそちらを見ていただければ嬉しく思います。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。